はい、こんにちは。中学受験さくらチャンネルの滝谷直樹です。今日は偏差値65への算数倍数算の問題やってみましょう。この中学受験さくらチャンネルは中学受験の全教科、全科目、全単元をいつでもどこでも何度でも最後の最後の最後までをコンセプトに作っているチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。長い長い長い中学受験生活です。この3日間で、全て、かかっていると言っても過言ではない人もいるでしょう。この3日間に全てのエネルギーを集中する、これが東京受験です、ね、午前も午後もあってね、あ、次の日も午前の午後もあるなんてことがあるかもしれません。でもね、長い長い中学受験生活で培った根性というものは波ではありません。結構頑張れるんです。不思議とヘトヘトだけど頑張れたっていう学校があなたの縁のある学校なのです。さあ、では早速やってみましょう。東海中学校の問題です。2つの水槽 AB に入っている水の量の比は6対5でしたが、 A から60リットル、 B から72リットルをそれぞれ抜くと残った水の量の比は3対2になりました。最初に A の入った水の量を求めなさい、ね、さあ、水槽 A と B に水が入っている、水の量の比は6対5、A から60リットル、 B から72リットルを抜いたら残った水の量の比は3対2。最初に A に何リットル入っていましたかと。さあ、じゃあ初め、ね、さあ A、B、ね、6対5だったんです。さあ、そしたら A から60リットル抜きました。さあ、60リットル、残りはこれだけですね。72リットル抜きました。だいぶ抜きました。 B からは72リットル抜きました。さあ、残りはこれだけですね。そしたら残った水の量が3対2になったんです。この残った水の量が3対2っていうことです。だからもうちょっとあるかな、これね。3対2。6から60引いたら3残り。5から72引いたら2残り。3対2。初めは6対5だったけど3対2。ね。まあこれね、倍数算ですよね。で、どっちで揃えるかっていうと、まあ僕はこれとこれで揃えます。3対2、四角3対四角2をね、この四角3を2倍してここを6にします。この線分図を全体2倍してここを6にする。この B の2も2はこれ3倍すればしてここを四角6にする。で、揃えてみるんです。さあ、そうするとこのこの丸6、60リットル四角3を2倍するとこうなりますよね。四角3は6になって、そして60も2倍しますから120リットル、ね、そして6は全体2倍しましたから丸12ということになります。さあ、そして下 B さんの B の水槽ね、さあこれ3倍します。2を3倍しますからここで四角6での、揃います。そして72も3倍しないといけません。そうすると216リットルです。ここね、216リットルで、四角丸5も3倍ですからここ15になります。丸15。さあ、そして比べると12と15で3違いますね。ここね、3違う、ここからここまで。
そして、こう66揃いました。でこっから120216ですからね、210と216で引くとここでちょうどこの丸三の部分が216-120の96リットルってことになる。丸三が96リットル、丸三が96リットルです。丸三が96リットルですから、丸一は32リットルだよね、これね。で何を出しますかっていうと、最初の A の水槽ですから、 A はこれ6なわけです。丸6、丸1が32リットルですから、丸6は、32×6 に12、サブ6、18、192、ね。A ははじめ192リットル入っていたってことになるわけです。ちょっと見直してみましょう。これ192リットルですね。さあ、そして丸5ですから、32×5、2510で160リットル。ね。B は160リットルあったわけです。さあそこから A は60リットル使うと残りは132リットルです。160リットルから72リットル使うと88リットルです。ね。と44で割るとこれ3対2ちゃんとなるんですよね。192リットル A は入っていたということになります。まあ、これがまあいわゆる倍数変化算っていうものですね。いいなと思ったらチャンネル登録、メンバーシップ、高評価お願いします。では、今日はここまでにしましょう。